旧国軍事会議を揶揄した絵。サングラスを掛け胸に勲章を並べたカラスが地球の上に乗っている。地球の下のリボンに掲げられた標語ローナ、ローナ・ウーバー・アレスはドイツの国家の歌詞のパロディ。旧国軍事会議はポーランド人民共和国において1981年から1983年の開元霊下でポーランドを統治した期間である。 1981年12月12日の夜に発足し、1983年7月23日に解散した。ボイゼフ・ヤルゼルス機将軍に率いられた旧国軍事会議は憲法上の規定のない性質のもので、軍事政権としての特徴を持っている。憤慨した人々は、この機関をカラスと呼んだ。あるいは、第二次大戦中のドイツの国将である黒いワシを、 やはりカラスと呼んでいたことを連想する者も,もいた。また、旧国軍事会議をからかった歌が連帯のメンバーにより作られた。例えば、緑のカラス、カラスが鳴いて、それが何というものがある。2006年、旧国軍事会議のメンバーは、暴力的犯罪集団を率いたという理由で、共産主義犯罪の罪で国家記名員の検察官に告発された。 会言令中に、旧国軍事会議をからかったユーモア、兵庫、歌など、ありがとうございます。